山田兼行の座像山田兼行から1817年5月25日は、江戸時代中期から後期にかけて活躍した、総曲音楽家である。総曲山田流の祖として知られている。本生は三田、忌名は、と一。郷は勝吉、勇気小利等。山田は、母方の旧姓。尾張藩に仕えた宝生流の音楽師の三田良人の、子として、江戸に生まれる。 若くして失明し、ハセフ剣業の門人であった医師の山田松黒より、創曲を学んだ。当時は江戸浄瑠璃が盛んであり、この劇に三味線音楽を取り入れたことによって、一躍有名となった。これによって、1797年当時の師匠であった家村脇一により、県業に認定され、 さらに1817年には、当時最高位であった江戸総六県業に昇格された。また、加藤千景、村田春海、横田袋沖縄、大田近城東北くの著名な学者と信仰を持ったことで、浅草の山屋にあった源の寺市寺寺に彼の記念碑や木造が建てられた。また、神奈川県藤沢市江の島にある江島神社付近にも、検証碑が建てられている。 当時活躍していた人形浄瑠璃氏の式典三場の作品、浮世風呂や山東京山及び松浦星山の作品に山田の逸話が登場する。以上の作品は四つものと呼ばれている。当36曲もの作品を作曲したと言われている。ありがとうございます。